ウェイ、決めんじゃない？うわー、決まった！あの形決まるよね。私、まあ、サブサンプトもね、普通にブロック作って引いてるだけだからね、シティにとっては一番、引いてる割には別にゴール前にブロック作ってるとかではないから、引き切ってはいないから、一番中途半端でやりやすい形ですよね。あ、来たんじゃない？うまっ。シティはプレスの形決まってますもんね。どこに行ったらどういう風にはめに行くかとかね。ハーランドの走り方でね、外開くからね。おとりになるの分かってて走ったと思いますね、ハーランドあれ。決まりそう。いやー、こんだけやってたらずっとね、今のもハーランドが引っ張ってましたね。引っ張ってるというか、相手を引きつけてましたね。ずっとファジー取られて、そこからフォーバックだからどっか一個空いて、ちゃんとサリスの背中側ハーランド走ってるから、走ってるというか、そこに立ち位置取って、で、その後、動き直した時には前になってんだけど、もうサイドバックを引きつけてるから、マフレスの方が開くっていう。ああ、入った！ついにハーランド決めた！いや、カンセロが絶好調だな。いや、ここのね、ワンツーのスプリントの速さ、えぐいね。今日ハーランド救いたいという気持ちが選手からひしひしと感じました。4-0です。本日の MVP、誰だろう？あ、でもカンセロ守備もちゃんとやってたよね、今日ね。カンセロ、ベルナルド・シルバー。うん、この2人のどっちかかな。まあでもまあね。まあその2人がいいプレイできてのチームがあってっていうかね。you